コンサルティングを行い、えー、ベストな改善策を提示したものの提案を受け入れてもらえない場合また実行に移してもらえない場合にはどのように対応されているのでしょうかああ<ー>面白いこと聞くね<あ>提案したことにやってくれなかったことにストレス持つことはないですね普通大体そうだからこれってあのいろんなケースがありましてねでコンサルもその切羽詰まったコンサル明日会社がなくなっちゃうっていう場合はもう親でも言うこと聞かさなくちゃっていうのがあるんですよねでこういうのは再生系なんですけどうちはどっちかっていうと発展している人にもっと良くなってほしいっていうふうに思ってるじゃないですか に余裕がありますよね。あのそのことによって問題がわかるわけですよ。うわあこんないいアイデア教えてんのにやらないんだみたいな。で誰がやらないかっていうのはまたいろいろあるわけですよね。社長がそもそもわからない。 っていうものもあるし社長は分かっているのに現場に落とそうと思ったら全然ダメだったりとかやろうと思ってもそもそもそのキャリアがないとかねだからできないことは次の課題になるんですよ例えば考え方が否定的だったりとかする場合はその考え方を変えなくちゃいけないまあ、担当者変えなくちゃいけない場合もあればその役職者変えなくちゃいけないという場合でもあるし知識とか技術がす そもそもダメっていう場合はじゃあまあ知識つけましょうとか技術からいきましょうって言ってそれができたらそっちまた戻せばいいんじゃない組織的な問題って結構ありますよね、うん、社長の言ったことをみんなが末端までやってくれればねそんな会社がほぼそもそもないもんね <laughs> っていうことはあの組織的な問題があるでしょ、うん、でリーダーの問題もっと言うとさっき言ったね社長がダメでした みたいなわけだからそこから変えるじゃないですか。ということは何が起きるかっていうとい,いいのかな俺こ,こんなこと言っちゃってコンサルの時間が長くなるんですだからそういう意味では本格的にやりましょうねねって話ですよ、ね、これもしコンサルの人が質問してくれてれば僕はそういう形で会社直しに行くしあと僕のスタンスとしては結果だけ出していいかっていうとそうでもなくてその会社が自立してやりやれるようになって。 ていいいかななきゃいけないんでだからできないところからフォローしてってあげて最終的に手離してもずっと動いていくっていうことがすごく重要で無理くり命令してやらしてその時オッケーでもあと余波が来るでしょなので現状に合わせてコンサルするっていうのは割とそういうのもあるから、うん、僕の話を聞,もう聞かしてくださいって言ってじゃあ面白いの出しちゃうからねって言って出してるのにできない会社ってたくさんあって。 うん、それはもう普通ですねもしコンサルの方がこの質問を聞いたら、そういうふうに考えてくださいよ、だから自分の案が通らなくても全然平気ですよね、うん、そこを行くまでに最終的に、ああ、2年かかるんだなって思ったらい、いじゃんでしょだからもしその案がうまくいっちゃったら、まあ、もちろんね、そ,その先、その先でいろいろコンサルができるって思えばいいんですけどあ、なんかもっとこの会社との付き合いが長くなったんだなって考えてもらうと、スストレスないですよね、うんうん、ありがとうございます。